初ヒットですけどね、重いだけですね。ヒラメかな、ヒラメだったら嬉しいな。なんだろう、なんか重いな。もうちょっとしまうか。大丈夫かな、閉めて。ああ、あってはきてるけどね。またフリンピングはしたくないな。リーダー。なんすか。旗のすれがかり。何やったっけ、これ。すれがかりでもないね。口にはかかってんだけど、もう一本がね、ヒレに刺さって、重かったようです。リリースです。よいしょ。よいしょ。今日は予報通り、無風、ほとんど無波ね。だけど魚探反応もゼロです。朝ね、朝2回ぐらいの油が出て、すごい出てね。鳥がすごい集まってたんですけど、あっという間ですね。あっという間にもう何もいなくなりました。ちょっと寂しいですね、こんだけいないとね。もうでも11月ですからね、これでこんだけいないっていうのはまあかなり厳しいですね。なんでかな、場所によっちゃもうね、すごい今の時期、佐護市八津あたりがね、湧いてるんですけど、まあこれもね、あんまりこれそれをいっぱい釣ってもね、しょうがないしね、しょうがないけどいたら釣っちゃうしね。でまあ今日はちょっと違うとこあえて、ね、八津佐護市が湧いてるとか知ってるんですけど、あえてちょっとね、水深がまあそこそこあってね、ここはなかなか風が強いところなんで、まああんまり来てないんですよ、ここもね。だけどちょっと行き詰まりましたね。何も映らないですね。あとちょっと島回りに行って、まああまりこういう時ってあんまり起き出てもね、ないこと多いんで、もうまあ中盤、島と本土のね、中盤あたりで待つしかないんかなと思ってますね。まあ辛抱強くやってたら、マゴチぐらいはね、マゴチヒラメ、ヒラメまずヒラメぐらいとか言ったら失礼ですけどね。まあ、そんな大きくないね、のは来るかもしれないですね。過酷、今日もお前何もおらんって言ってね、文句ばっかり言ってたら一応来ましたけど、ちっちゃいタイだと思いますけどね、どうでしょう。でもまあ1匹釣れたらね嬉しいですけどね。マダイと言っていいかどうかわからないぐらい。あ、でも今ちょっとそこ出てるね。ちょっと落としてみたいね。なんかモヤモヤ出てるよ。ああ出てる出てる。イエイ。やっと初めてですよ今日の。今日初めての。なんかいらんかな今日は。波ない、風ないからね。お、OK。
今日初の反応です。嬉しいな。初反応今日。嬉しすぎる。なんか、お、来た来た。ね、すごいな。今すごい大事にしゃくったんだけど。いやーもう反応出てるから早く行きたいね。次もね。うわー、サイズダウン。サイズダウン。もうサイズダウンでも何でも。もういいっすよ。なんか釣れないと。寂しい。もう泣いちゃうとこでしたよ。もうすぐね。あら、消えるか。あ、いやいや、まだ出てる、まだ出る、まだ出る。まだおると思う。あ、もうかかってたよね。今、あ、かかった、かかった。なんか、なんとまさかの、まさかの古代イレブリーモード、28.8 メートル。消えちゃった。あー、消えちゃったかな。まさかの古代レビューモード。あ、まあ出てる出てるだけど、うわ嬉しい。早く落ちて。落ちてないよ、今ね。まだ。そこそこ、そこです。あー、出てる、出てる、出てる。28.5。来るよ、来るよ、来るよ、これ。これは楽しいよね、やっぱり、魚探のね。魚探釣りの。これ来るやろ。もうすごい大事にしゃくっちゃおう。着底してくれ、早く。着底した ?OK。うん。もういいよ。追ってこい、追ってこい、追ってこい、追ってこい。ああ、来たけどな、今。当たったけどな。そんなうまい話ない?まあ、でも見えてる。なんかね。これ、今まで全くね、岸から2キロ。全く。何もなかったんだけど。あ、開けた。まさかの、ここでまさかの入れ食いモード。古代ちゃんの群れ。ああ、嬉しいな。嬉しい嬉しい。まあ、タイなら皆さん喜んでくれるでしょう。ね。ああ、よかったな。もう、ここまで2時間ぐらいですよ。今日ね。しかしもうちょっと、もうワンサイズ欲しいよね、これ。いや、いけない。そんなね。はぁ、欲はあるんだけど、そんな贅沢を言ってはいけない。もういいよ。もう今日これで、ここでこれ、ちまちま釣って帰ろう。いやー、でもなんか、本当釣りってわからんもんやね。もう来てもね、もうすごいよ。まさかの入れ食いモード。突入です。うわぁ、なんなんだこれ。これもタイだらけ。タイスクール。ね。メダカの学校ならぬ。タイ学校の生徒さん。いやー、もうちょっと大きいの欲しいな。こうなってくると、もうちょっとちっちゃいのはリリースしようや。さっきのね、一番ちっちゃいやつはリリースしよう。まだこの人ね、この人まだリリースして大丈夫じゃん。さようなら。よし。
ットもリリースしてもいい、いいかな。あんまりつってもしょうがない。でもね、でもまあこれは塩焼きするにはね、一番、まあ、塩焼きしやすいサイズですわね。いやー、釣れると一点、こう、なんていうかね、なんか、余裕が出てきますね。まだ、タイスクール、まだ健在でした。今見えてね、ちょっと 8.7、 この場所、この場所いいね。ここ動きたくないけどな、流されるよね。どっちだ、こっちか。なんやろ、多かったよ。今急になんか31メートル、急になんか糸がねピューって出て、反応なんもないし、まあそんなに重くはないですね。叩けかな。何これ。あー、フグだ。一番まずいのがかかった。フグッチだ。変なかかりだなと思う。変なあれだなと思ったらフグッチだ。今日はこんな、古代旋回になりました。